ヒアンカヒ・シミズヒアン2月8日から1975年10月24日は、日本の歌人、書家、画家、政治家。本名は、清水秀。シ号は他にサジブネ、ヒブネ、ヒアス。晩年は、イマリョウカンと呼ばれた。岡山県上房郡高橋町に生まれる。高橋中学校、第六高等学校を経て、1908年京都。 帝国大学法学部を卒業。司法官として神戸地方裁判所へ勤務。翌1909年に退官し安田銀行に入校。1927年に小賀電機工業会社に勤務。翌1928年に日光精錬所に勤める。諸女歌集夕暮れを清水さじ船の名で観光する。1929年に歌詞 総監主催となる。1930年要請を受け、栃木県上津賀郡日光町の町長となり、日光の観光行政の基礎を作り上げた。1935年に、萩原作太郎、岡本か子、中川良一等を中禅寺湖畔に招き、慈悲心取りを聞く会を主催し、歌人町長と呼ばれた。この年、五王を悲暗に改める。 1939年に部下の不祥事により、町長を隕石辞任し、千葉県市川市に移る。かし、二らが友氏の下付単短歌に合併、その主催となる。町長辞職後は和歌、書などの創作活動に専念する。戦後になると、1958年に日光市名誉市民となる。1966年宮中加海市の飯うどとなる。 この時の魚台は声であった。1968年に地方の歌詞であった下付短歌が全国的規模に発展し窓人解消、その主催となる。1971年に高橋氏名誉市民となる。1975年に東京にて聖居。去年92。墓所は岡山県笠岡市の伊徳寺。ありがとうございます。